例えば言葉がちょっとわかんな、俺が何言ってるかわかんなかったとしても、頑張って聞いてくれるとかね。そこで初めて体感として、あ、人種の違いということを体感したわけ。ビッグヒディポッドキャスト。Welcome to ビッグヒデポッドキャスト。今日の話題は、日本の選手と海外の選手の違い。練習編、事務編ということで、そうだな、まあ、海外というかアメリカ、アメリカに住んで、かれこれ。 2006年からまあ住んでるっていうか2006年ぐらいからアメリカで多くの時間を過ごすことになったのでまあそれからまあ随分経ってるけれども日本とアメリカの違いもちろん日本ってやっぱり独特で島国というかまあ日本人がほとんどであるということでアメリカってアメリカ人なんだけれどもまあいろんな人種のルツボとはよく言うけれどもまあ結局はいろんなところから 新しい国なのでまあ今はアメリカ人とかアメリカで生まれたけれどもお父さんはドイツから来ましたおじいちゃんはイタリアですとかひいおじいちゃんひいおじいちゃんはどこから来ましたとかっていうことでまあ数えられる範囲で祖先が海外から来た人だわけじゃないだからみんな移民だからねなのでまあいろんなあのカルチャーがあるとなのでアメリカといっても一つ一食店にできなくてまあアメリカでも 大きく,くて、いわゆる白人、いわゆるアフリカンアメリカン、まあ黒人の方、いわゆるラティーノの方、南アメリカから来てる人、いわゆるアジアの方、この辺が大きく4つに分けられる、で、これまあ人種、レイスだよね、人種。で、最初アメリカに来始めた頃はもちろん俺はそういう意識がやっぱり日本から行くと日本人しかいないから、 まあみんな外人と、要するにね、言い方悪い、言い方悪いかもしれないけども、そうなわけ。だけども、それが、まあ、向こうに住み始めて、で、本当に分かったのが、それが本当に身に染みて分かったのが、人種というのが。まあ、これもまた別の機会にじっくり話したいんだけれども、まあ、一回やっぱりジェイルに、刑務所に行った時に、やっぱりその人種の違い、人種によって使うトイレが違うとかね。 使う電話が違うとか、そこで初めて体感として、あ、人種の違いということを体感したわけ。なので最初に行った時は、で、まあ、主に俺が行くとか、ジムとスーパーマーケットと、だからまあ、学校とか行ったらまた話は別だったかもしれないけれども、まあ、ほとんどジム。で、ジム行くとやっぱり平等って言ったら変だけれども、別に英語喋れなくても、なんつう、プロボディビルダー。 だからまあみんなやっぱりまあ当時俺はまあそれほどまだ名は知られてなかったけどもまあオリンピア出るか出ることに出るようになるとやっぱりみんなも知ってくれてるのでだからまあちょっと特別扱いじゃないけれどもやっぱりまあひでは例えば言葉がちょっとわかんない俺が何言ってるかわかんなかったとしても頑張って聞いてくれるとかねそういうまあ優遇された環境だったかもしれないけどもまあちょっと話はずれたらまあ海外との選手と練習の方法の違いと一人でやるかパートナーでやるかと で、まあ、これはもう、あの、アメリカ人だからというよりは、やっぱ個人差、個人の好き、好き嫌いがあると思うね。で、俺は、まあ、いつも、みんなも知ってる通り、パートナーとトレーニングをやる方。ね、で、もちろん、アメリカのジム、俺も、まあ、ジム、一日は大半をジムで過ごしているので、まあ、見てるけども、まあ、一般的には、パートナーとできる人、まあ、やれる人、できる人、できる環境にある人っていうのは、そんなにいないから、これはもう、どこでも同じだ、日本でももちろん、パートナーと一緒に時間を合わせて、 いい大人になったらやっぱり毎、毎日時間はして一緒にトレーニングするなかなか難しい。忙しいしね。なので、一人でやってる人が、まあ、割合としては多い。で、まあ、できない人は、できないけれども誰かと一緒にやりたい人はトレーナーを雇ってるね。なので、これは日本もアメリカもそんな変わらないと思うんだけども。まあ、ちょっと話はまたずれちゃうけども、俺がまあ、パートナーとやる理由は一つの理由は、やっぱりまあ、やっぱり一番大事なところは効果が俺その方がある。俺にとってはね。 一人でやるのは効果が薄いと言ってるわけじゃないけれども、効果を高めるのがより簡単であるパートナーと一緒にやると。というのは、いろんなテクニックが使えるし、まあ、単純に重い重さを持つときに人が見ててくれる。実際に補助しなくても安心感があるので、チャレンジしやすいということがある。なので、俺は、トレーニング始めたとき、もちろん一人でやったときも、あの、時期も、 時期というか、その日、そういう日もあったけれども、ほとんどのトレーニングはパートナーと一緒になって、パートナーを見つける。で、大学の時は、やっぱり大学生の、その、大学の時はやっぱり時間を決めて、こう、合同練習みたいなやつなので、まあ、毎回トレーニングをいろんな人とやると。で、社会人になったら、今度はジム行って、で、まあ、俺の恵まれたとか中野ヘルスクラブは、パートナーがいなくても、必ず補助をお願いできた。なので、まあ、小山さんにお願いしたり、薄井さんお願いしたり。 ア井交渉にお願いしたり、まあ、ジムに行くと必ず補助してくれる人がいた。で、まあ、それでパートナーもいたと。で、え、アメリカに来てからは、最初は、え、25の時か、来た時は、その時は留学で来たんだけども、その時は当時の、俺のワサの先輩、横井さんがアメリカに住んでたので、まあ、横井先輩と一緒にやった。で、アメリカから帰ったら、今度は佐子さん、今でも、 仲良くしていただいている佐藤さんが、ちょうど時間があったということで、まあそうだな、時間、だいたい夜だったな。で、俺、あの、アンママッサージの学校に通って、これあんま知ら,知らないとこれも言ってないけれども、アンママッサージの学校に通ってたので、アメリカから帰ってきたときに。で、その時に、まあパーソナルトレーナーもやってたんだけども、夜学に通ってたので、その夜学が終わった後、で、スケジュールとしては朝、何時かわかんない、起きて、で、昼間はジムで指導してる。 で、その後、5時ぐらいだったかな ?4 時だったかなまあ、学校行くと。で、そっから3時間だったと思うんだけども。だから5時から8時までとかだったかな学校。で、それ終わったらジム戻ってきて、トレーニングして、サコさんトレーニングして。で、当時はそれぐらいの時間で9時とかから始めた。いっぱいいろんな選手が来た。ゴールドジム、サウス東京。多い街だよね。で、いろんな選手が来てて、た、楽しかったというか、俺もまだ20代か、まだ。そうだよな。20代後半。で、 まだなんか、もちろん大人なんだけれども、まだ大人になりきってない、なんかちょっと部活的な感じも、サボさんはちょっと上だけれども、当時はそのトレーニング終わって、だから8時から、9時からトレーニングして10、11時とかになるわけじゃん。それからポージングやって、それから飯行って寝てたので、下手したら2時とか3時ぐらいに寝てたな。で、朝は結構俺早っ、早かった思い出、7時とか8時には起きてたよね。 だからね、睡眠時間が驚くほど少なかった当時。今考えると。だかだまあ今睡眠の重要性を語ってるけれども、当時もし睡眠の重要性をちゃんと知ってて、ちゃんと睡眠してたら、もっと早くプロになってたというか、もっと早く体ができてたと思う。ぐらい寝てなかった。で、そんなスケジュールになったいです。また話がれちゃったけれども。なので、まあパートナーとやる一人でやるは、アメリカでも日本でもそれほど違いはないと。トレーニング中に声を出すか。これもどっちかというと、 まあか、アメリカと日本というよりも、これも個人差があって、うちのジムは、パワハーズジムラスベガスでは、まあうるさくすると、極端に声を出す人はまずいないんだけれども、もしいたとしたら、まあ注意するという、注意というか、まあ、ちょっともうちょっと、あの、周りの人も考えなさいということで、まあそういう人はまずい、今まで多分いなかったと思うけれども、中野ヘルス、また、ね、昔話もあるけども、中野ヘルスは、 というかもう叫んでる人とかを見たぐらい、まあ活気があったっていうのは一つの言い方で、まあ騒がしかったというかうるさかったね。なので中野ヘルスはやっぱりそうだな。やっぱだから日本では声を出すっていうのはありなのかな、逆に。だから最近だから日本で、日本に行った時はパワースの東京でしかトレーニングしてないから、そんな出してる人いたからな。 よ、よく、今、日本の状況はちょっと言い分かんないけど、当時は今、これを見て、今考えてみるとそうだな、声出してたかもしれないな、俺も含めて。だから今、アメリカで、俺の行くジムも,もちろんだし、今たまに違うジム行っても、そんな声出してる人いた覚えはないな。まあ、うめき、ちょっとうめき声ぐらいは出してちゃうよ。うーっていうぐらいの。だから、あーとか、やってるのは中野ヘルスラ聞いたことないな。以来聞いたことないかもしれない。で、トレーニング中の服装。 服装のこだわり。そうだな。で、俺これ逆に日本の方がなんか、まあパワーハウスは違うけれども、結構、あの、これ他の人の YouTube か TikTok 忘れちゃったんだけども、日本の、まあ男って別にこういう感じじゃない。あんまりどこ、あの、世界中どこ行っても、例えばあの、レオタードじゃないけど、昔のレオタードじゃないけど、そういうトレーニングウェアに対するこだわりは女性の方が絶対、 高いと思うので、こう、上下のセットアップ。でも日本の方がおそらくその独特な、なんか、前その TikTok か YouTube が出るだけどもいたのは、T シャツ、なんか長袖 T シャツの上に半袖 T シャツを着て、ロングスパッツの上に短パン履いてるみたいな、それが日本の女性の、まあ男でもそうかもしれないけど、なんかそれが定番で、可愛いあの上下セットアップの、 それ、トレーニングウェア、レオ、レオタード <laughs> レオタードっていう言葉しか覚えつかないけれども、着てるとなんかもう、すごい見られるみたいなことを言ってた人がいたけれども、そういうのあるかもしれないな。日本の方が逆になんかそういう、ちょっと地味系というか、なんつうんだろう。格好よりも、その、それが、パフォーマンスがそれで良くなるか俺はちょっと不明だけれども、そっちの方にあったかいっていうのがあるのかもしれないな、もしかしたら。なんか寒人がりにした方多いじゃない だから、ま、レボーを聞いてるときに、その、ロング、タイツ、ロング、あの、ロン、グー T シャツっていうのロング、なんつわかんないけども、長袖 <laughs> あの、パン、スパッツで、だとやっぱり体がぴったりしすぎるから恥ずかしいから、それに T シャツと短パン履くんだよ、みたいな感じなんだろうか。で、アメリカでは女性はもう、おしゃれめちゃめちゃおしゃれで、うちのジムも、まあ、割合としたらジムってやっぱり8割、 が男だと思うんだけれども、2割の女性はものすごいおしゃれですね、皆さん。お金もかけてるね。だからまあ上から下まで、トップスからボトムから靴まで、あと例えばグローブ、あのグラブはめれたグローブまでもうカラーが統一されてるとかも当たり前のようにいる。だからまあ女性をのファッションを、まあそれ,それなりに女性はやっぱりその、準備も大変だよ。化粧したり髪やったりして準備行くのも大変だけれども、まあそれも楽しんでるっていう感じがあるね。 特にラスベガスとかロサンゼルスとか、まあ俺が住んでたその二つの都市と、あと、やっぱりあったかいというのと人口が多いから、やっぱりフィットネス人口も多いわけじゃない。そうすると、そのフィットネスを楽しもうという、体つきを良くしたいという、そのためにはモチベーションを上げて、なんか、かっこいい服着るとモチベーションが上がるっていうのもあるんだと思うんだよね、女性は。女性のトレーニングウェアに対する、そのトレーニングウェアのそのかっこよさは、俺はやっぱりアメリカ、 が一番なんじゃないと思うね。それはやっぱり違い感じるな、日本とアメリカは。で、筋トレ中のコミュニケーション、そうだな。まあ、アメリカの人は全体的に話好きなので、結構みんなすぐ友達になりやすい。だ同じ時間帯に来てる人はみんな顔見しみたいな感じですぐ、まあ、はい、はいとか。あの、だから、だいたい俺は朝から、 まあ、夕方ぐらいまでいるじゃない自分にしたら、この時間帯はこの人、この時間帯はこの人のグループがちゃんとあって、あるっていうか、まあ、大体来てる人が同じなわけじゃない大体みんな時間昼休みに来るとか、朝来るとか。そしたらみんなもうほとんど友達だね。で、新しいメンバーが入ってきても、まあ、すぐ仲良くなりやすいよな。やっぱり、やっぱりアメリカ人、その点ではやっぱり、コミュニケーションが上手いっていうか、まあ、世間話が上手いというか、世間話が好きっていうのはあると思うね、絶対。だからこれ日本では、俺はまあ、あの、その、 さっき言ったように、夜の時間帯は、だいたい来てる人が一緒だから、まあ、ボディービルダー、ボディービルダーじゃないに関わらず、みんな、顔見知りだったから、も、ま、う、あ、挨拶したり、会話したりしてたけど、まあ、俺がトレーナーだったからっつってのもあるけどね。だけども、その点に関しては、まあ、ジムに限らず、まあ、外でも、道端でも、あ、なんか、同じ、例えば同じ車乗ってたりしたらあ,あ、これ、この車いいよね、とかって、立ち話しちゃうぐらいなので、まあ、話好きっていうのはあるよね。 だからもうその辺はフレンドリーな感じのコミュニケーションはこれアメリカの方がやりやすいというかもうやってると思う。日本でもちろんやってると思うけどもジムとか行くとやっぱり共通の話題があるからこれこのトレーニングこうだよねとか。あ、で、また話しじちゃうけどこの間あの日本に帰った時ジャパンプロの時でまあロマン、ローマンフリッツってあいつはドイツ人だけれどもジム来てて毎日来てたな。 コンテストの前日も来てたな、あいつ。とにかくトレーニング大好き。真面目な、あの、ローマンが来てて、パワーズジム東京で、まあ、チェストプレースやりたかったんだな、ローマン。ただから誰かがやってたから、そしたら、あの、一緒にやろうよ、つって。で、そのままなんか補助したりしてたね。で、なんかセットカーの間に話してその、あの、もう一人の日本人が英語分かったもん分かんないけれども、とにかくローマンずっと話してた人で。ローマンドイツ人だけども、結構ボディビルカルチャーってそういうのはあるよね。 だからアメリカでもその一緒のマシン使ったらこう、まあ、補助し合ったりしてる時もある。だ日本でもそのあるのかな。だか一緒のマシン使ったらこう、ま、待ってるのもちろんいいんだけど、同じぐらいの力の感じだったら、もう入って、そこで友達になるっていうのもありですね、コミュニケーションとしては。で、トレーニング中の掛け声ってのはこれ、もう、ワン、モン、ワン、ワそういう、あの、もしパートナーでトレーニングしてんだったら掛け声とかね。そうだな、掛け声で使う。 トレーニング、レッツゴーとか、あとは、オンスリー。ワン、ツー、スリーで、オンスリーっていうのは、例えばベンチプレイスとかで、1、2、3で、3でこう一緒に、こうラックから、オンスリーでちょっとお願いみたいな、ラックアップお願いみたいな。とか、あとは、ワンモアとかね。うん、ドライブ、ドライブ、ド,ドライブってこう上げる、これ止めるなっていう、こう出し切れみたいなドライブ。とか、そうだな あとはまあいろいろあるの、ね、で、ジムの英語ってまあシンプルで分かりやすいので、すごい最初ジム、ジム、ジム英語を勉強しようと思ったら、その掛け声というのは、あの、勉強になるというかね、あ、こういうふうに言うんだって、あと何があったかな。あとね、まあ excuse me とかね。excuse me, excuse us. トレーニングパートナー一緒にしたら一緒にこう言ったら excuse us とか言う時もあるし。あとセット、あと何セットあるの ?How many set do, do you have? とかね。 そしたら、あと何セットあるんですかって言ったら、あ、あ、あとは、じゃあ、あの、一緒にやるよ,よって言ったら、you can, you c jump in とかね。まあ、一緒にやっていいよって言ったら、you can jump in って言ったセット間に、セット終わったらその人がジャンプインってこう、一緒にやるっていうか、合間に入るとかっていう意味。ただまあ、全体的にそのコミュニケーションということに関しては、これボディビルとかジム以前の問題だけれども、やっぱりまあ話しやすいっていうのもあって、ただ最初俺も、まあ、 そういうのは、そういう前、あの、事前知識はあったから、アメリカ人はよ、よく話すってこと。で、まあ、あの、日本にいた時も、ジムに海外の連中結構来てたから、それでまあ、そこで話したりね、もうしてたし。なのでまあ、それは、俺にとってはやっぱりいい、いいというか気持ちがいい。まあ、ジム経営してるものにとっては、みんなシーンとやってる時も、活気があった方がやっぱり、ジムを盛り上がってる。 様子が受けられて、やっぱ嬉しいよね。俺、こっちとしてもね。ああ、うちのジムでこうやってみんな友達になってくれてるとかね。全く違う。やっぱり、普段会わない人が来るわけじゃない。また仕事も違うし。ストリートでは絶対そういう、あの会わないような人たちに仲良くなれるっていうのはジムの魅力ではあるよね。一つの。だってまあ、アメリカ、日本の違いってはそういうところかな。なので、別にどっちがいいってわけじゃないんだよ。だけども、俺はまあ、アメリカ、アメリカ、 にも長く住んで、るるのでそれれがまあ普通になってるけれどもで日本に行っても、行くジムが、やっぱりあの、俺のジムさ大変だけども、パワーハウスジムだから、まあ、その流れで、あんまり普通の、普通の日本のジムさ大変だけども、だからたまに取材で、この間、あの、山、あの、山崎のね、ジムとか行った時も、あそうか、という、あの、普段とはやっぱり、あんまり合わないし、 合わないというか、普段と違うなという感じもしたよね。だからそれがもしかしたら、あの、日本では普通のジムということになるのかもしれないけどね。俺はだけど、やっぱおしゃれにするっていうのはやっぱり楽しいと思わない服装。だからまあ、別にこれスティミロンの普通の T シャツですけれども、なんかスティミロン着てるとやる気が出るとかね。だからまあ、普通のヘインズの T シャツに パン,パン毎朝同じ。で、靴も同じ。っていうのもでもいいんだけども、トレーニングの質に変わりは出ないんだけど俺はやっぱり靴も結構好きなの。で、アイリスは、靴が好きになったのはアイリスの影響がすごいな。アイリスは何足持ってんだろうな。オンだけでこの間五50足ぐらい持ってってたからな。オンだけで50足だろう。だから、アディダスは多分100足ぐらい持五十50足以上は持ってるな。だから百二百200足ぐらいあんのか、200ペアぐらいあんのかな。 スニーカーだけで、ね。で、なんかブーツとかそういう、あの、アイヒールとか入れたら300足ぐらいあるんじゃねえだろうか。今度だからアイリスの家に行って、どういうワードローブとかだけでもデザしたいね。一回、前めった時、一回引っ越し手伝った時、一つのトラックが靴と服だけでいっぱいになったからね。あれはさすがに俺も怒ったけどね。<laughs> しかも半分以上履いてないとか着てないとかいうことだから、もうタグついてるよ、みたいな。 そうだ、アイリスの家に行って、それをちょっと久々にチェックしなくちゃいけない、ね。ファッションチェック。ということで。話はずれまくりましたが、日本の選手と海外の選手の違い。ということで。ビッグヒデポートキャストでは皆さんからヒデに話してほしい。話題とかね、こういうこと語ってほしいということがありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。